二方化プルトニウムの構造。ピンクがウ素、緑がプルトニウム。ウ素は六角形に結合して平面をなしており、プルトニウムはウ素の平面の間に挟まっている。六方化プルトニウムの構造。ウ素は八面体状の群をなし、プルトニウムは立方体の頂点を占める。方化プルトニウムはプルトニウムとウ素からなる無機化合物で数種類が知られている。 特に区別しないときは、プベックスと書かれる。いずれも減圧された、不活性雰囲気中では、粉末状である。パブは、酵素の分量を40から70%の範囲として、摂取1200度に加熱することで生成する。プビーの結合長は2.246で、ティブ、ZRB、HFB と同様に塩化ナトリウム型構造をとる。パブの存在については、 様々な議論がなされた。パブ2は摂取800度で生成し、多くの金属頬化け物と同様の構造をとる。頬素の分量を70-85%の範囲にして、摂取1200度に加熱すると、パブ4とパブ6の混合物が生成し、温度を上げると、パブ6の割合が増加する。パブ4は UB4 と同様に4面体構造をとり、パブ6は、 他の六法化物と同様に立法省となる。法カプルトニウムの中で特筆すべきはパブ100であろう。わずか1%の不純物が結晶構造を変化させてしまうことからパブ100の存在は法化物の,の研究において使用汚染防止がいかに重要であるかを如実に示している。ありがとうございます。